武士道。武士道は日本の近世以降の封建社会における武士階級の倫理、道徳規範及び価値基準の根本をなす体系化された思想一般を指し、講義には日本独自の常識的な考え方を指す。これといった厳密な定義は存在せず、時代は同じでも人により解釈は大きく異なる。また武士におけるルールブック的位置ではない思想である。一口に、 武士道と言っても千差万別であり、全く異なる部分が見られる。武士道は、江戸時代、支配階級である武士に、文武両道の鍛錬と徹底責任を取るべきことが求められたことに始まる。競義の武士道は、この文武両道の鍛錬を欠かさず、自分の命をもって徹底責任を取るという武士の考え方を示し、講義の武士道は、この考え方を常識とする。 日本独自の思想を示す。なお、この武士道という言葉は、ニトベイナゾウの著書、武士道で広まったものであり、武士道という言葉は、明治三十三年、1900年以前の、いかなる辞書にも載っておらず、実際には、江戸時代には、一般的な言葉ではなかった、との指摘もある。武士道という言葉が、日本で最初に記された書物は、江戸時代初期に成立し、 原本が、武田家臣かすばとらつな、高坂正信の工術機とされる、紅用軍艦である。ここでの武士道は、個人的な戦闘者の生存術としての武士道であり、武名を高めることにより自己及び、一族労働の発展を有利にすることを主眼に置いている。武士たる者七度四君を変えねば、 武士とは言えぬという東道高虎の残した家訓に現れているように自己を高く評価してくれる主君を探して浪人することも肯定している。また、武者は犬とも言え、畜生とも言え、勝つことが本にてこうという朝倉隆史的の言葉に象徴されるように、卑怯の素知りを受けてでも戦いに勝つことこそが寛容であるという霊言な哲学をも打ちしているのが特徴である。これらは主に、 武士としての生き方に関わるものであり、あくまでも、各家々の家訓であって、家臣としての諸生術にも等しいものである。普遍的に語られる、道徳大系としての、いわゆる、武士道とは、趣きが異なる。武士道は、江戸時代には、武道とも言われたが、これは後に武術を指すようになった。道徳大系としての武士道は、主君に忠誠し、親孝行して、弱き者を助け、 名誉を重んじよという思想、ひいては、仮名の存続という儒教的態度が、定流に流れているものが多く、それは、江戸期に、思想的流星を迎え、武士道として体系づけられるに至る。しかし無論、儒教思想がそのまま取り入れられたわけではなく、儒学の中では、四書の一つとして重要視されている、孟子を、国体にそぐわないものであると評価する、思想家は多い。このあたりに、 山岡鉄州が言うような武士道の武士道たるゆえんがあるものと言える。また、思想が実際の行動に権限させられていたのが武士道としての大きな特徴である。江戸時代の安定期に山賀祖皇は植文論の思想へ傾いていく。武士がなぜ存在するのかを突き詰めて考えた山賀の結論は、 武士は身分という制度ではなく自分が封建社会全体への責任を負う場であると定義をすることで武士となり封建社会全体への倫理を担うとするものであった。例えば、朱子学は人間は自分の所属する共同体へ義務を負うとした。この共同体で最上のものは国家である。国家を動かすシステムは学犯体制でありこれはそのまま武士階級の倫理を意味している。 山川はこれに対し人間は確かに国家に属しているが、武士に封建社会全体への義務を負わせることを選んだ、存在も確かにいるとした。これは人間でもなく社会でもない。人間は自ら倫理を担うものであり、社会は倫理に基づいて人間が実践をする場である。国家という制度のように目には見えないが武士を動かした。それを山川天とした。 その上で自らが所属する共同体への倫理と、天から与えられた倫理が衝突した場合に、武士は天倫を選択すると考えた。幕府は山賀を処罰した。武士、侍が発生した当初から、武士道の中核である主君に対する倫理的な忠誠の意識は高かったわけではない。なぜなら、中世紀の主従関係は、主君と労働官の契約関係であり、 高校とは、御恩の大化であるとする観念があったためである。この意識は少なくとも、室町末期頃まで続き、後世に言われるような、裏切りは卑怯、主君と生死を共にするのが武士とった考え方は、当時は、主流ではなかった。体系づけられた、いわゆる武士道とは言えず、江戸時代の元画年間、1615年から1624年以降になると、 儒教の趣旨学の道徳でこの価値観を説明しようとする山賀祖公らによって新たに指導の概念が確立された。これによって初めて儒教的な倫理、仁義、忠敬などが武士に要求される基盤とされるようになったとされる。山賀祖公が提唱した指導論はこの後多くの武士同思想家に影響を与えることになる。元年1716年頃、 武士道というは、死のことと見つけたり、の一節で有名な、ハガクるが、佐賀藩の山本城長によって表される、筆記は、田代面本。これには、無に無んに主人に奉公す、といい関連的なものに止まる。ただし、義を批判する下りや、普段から、常住死に身になる、死ならう、といったことが説かれていたが、反省批判などもあった成果禁書に付され広く読まれる、ことはなかった。 幕末の万元元年、1860年、山岡鉄秀が、武士道を表した。それによると、神道にあらず、樹道にあらず、仏道にあらず、真珠仏三道優和の同年にして、中古以降もっぱら部門によって、その著式を見る。鉄太郎、鉄秀これを名付けて、武士道というとあり、少なくとも、山岡鉄秀の認識では、中世より存在したが、自分が名付けるまでは、 武士道とは呼ばれていなかったとしている。明治維新後、市民平等布告により、社会制度的な家制度が解体され、武士は事実上滅び去った。実際、明治十五年、1882年の軍人直輸では、武士道ではなく、忠節をもって天皇に仕えるととされた。ところが、日清戦争以降評価されるようになる。例えば、井上哲次郎に代表される、 国家主義者たちは、武士道を日本民族の道徳、国民道徳と同一視しようとした。ニトベは、キリスト教徒の多いアメリカの現実、人種差別などに衝撃を受け、同時にキリスト者の倫理観の高さに感銘を受けた。ニトベは近代において人間が陥りやすい根っこにある、個人主義に対して、封建時代の武士は、封建社会全体への義務を負う存在として、 己れを認識していたことを指摘している。無論これはニトベの考えである。同時にニトベにとって武士は国際社会において国民一人数とが社会全体への義務を負うように教育されていると説明するのに最適のモデルであったとするのが今日一般的な見方である。そのため彼の考えを正当とされるよりも批判がなされることもあった。 戸部を含めた者た者ちにとって日本の精神的土壌をどのように捉えるかは大きなテーマであり、武士道はそのうちの検証の一つとされている。正宗白鳥は短編の評論、内村鑑三、昭和25年、1950年の中で自分の青年期に出会ったうち、村を心の金線に触れる部分はあったが返してその武士道の根太さが大時代な分だけ冷めた視線見て、 いたと率直に表現している。武士道の思想的な革新について、西部進はこう述べている。ニトベイナゾウは、現地の教育関係者との会話において、日本における宗教的教育の欠落に突き当たった。結果、1900年にアメリカ合衆国でを観光した。本書は、セオドアル・ーズベルト、ジョン・カイ・ケネディ大統領など政治家のほか ボーイスカウト創立者のロバート・ベーデンイコール・パウエルなど多くの海外の読者を得て明治41年1908年に武士道として桜井彦一郎、オーソンが日本語訳を出版した。さらに昭和13年1938年にニトベ文化生の柳原忠夫の訳により岩波文庫版が出版された。武士道においては 外国人の妻にもわかるように文化における花の違いに触れたり19世紀末の哲学や科学的思考を用いたりしながら日本人は日本社会という枠の中でどのように生きたのか説明している。島国の自然がどのようなもので日本独特の四季の移り変わりなどから影響を及ぼされた結果日本人の精神的な土壌が武士の生活態度や心情というモデルケースから 醸成された過程分かりやすい構成と言葉で読者に伝えている。例えば、武士や多くの日本人は、自慢や傲慢を嫌い忠義を信条としたことに触れ、家族や身内のことでさえも、愚才や愚帝と呼ぶが、これらは自分自身と同一の存在として、相手に対する謙常の心の現れであって、この機微は外国人には理解できないものであろう、といったことを述べている。しかしこれは、 ニトベ独特の考えであり、彼の思想を批判する書も出されている。武士道は日本の発展にも重要な精神となった。武士道の精神を基本とした、資根詳細という言葉も生まれ、背金主義に陥りがちであった精神を今しめ、さらに詳細を発揮することで、理想像である経営者なることを表すものであった。このような経営哲学、倫理は欧米でも戦後に発達し、 帝王学に類似した学問も登場した。今日では企業の倫理が問われるようになっており、経営者や戦略における要素となっている。武士道などの精神は経営学系統の大学、高校において、標語として採用している場合もある。現在では国際化の進展に合わせて、日本の武士道などの日本経営精神に対する必要性を挙げる者も,もいる。武士道の著者である、 ニトベイナゾウも祖父が商人としての成功があったが、商業倫理に関する言葉を残している。他にも、渋沢栄一は、今後の時代に必要な武士道を説くなどと、明治時代から大正デモクラシーにかけての日本の実業に関する精神が唱えられ、日本的経営に必要な背骨となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。